繰り返される世界で運命の輪は思い出によって傾いた。今日語るのは開墾の念を抱く魂たちが輪廻の狭間で世界の平和に挑む物語。これはあなたの花畑？ええ、外から持ってきたの。もし全ての花にそれぞれ一つの世界があるとしたら、この世界はどうなるべきだと思う？ちょっと待って！答えが分かったら、この世界は君の思う通りにほころびる。絶対に許さん！ルルを役立たずとして切り捨てるなど！お前は人間性すら捨てるというのか、ヒーロー！終末の扉が間もなく開かれます。参りましょう。説得しようなんてしない。あなたを全力で倒すだけ。幸せな世界、全ての人が幸福を享受できる世界は、やはり実現できないのか。永遠の幸せなんてもともと存在しない。どれだけあがこうと、絶対の幸福で構築される箱庭の結末はすでに決まっている。いいよ、よく頑張ってくれたよ。あとは私に任せて。
Thank you.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 
you